松島が出ていきました。攻め際はこれも奥野、そのまま持っていく奥野板倉打った方がいい、ただこれはチャンス、右に回って石原先制、メガネタ初めての準決勝の舞台でやっぱりこの男が決めた、石原直樹先制ゴール。ちょっとバタバタしちゃってますよね、守りに入った時のフロンターレね、守りに入ったフロンターレのバタバタをついた、そこは経験豊富石原直樹。エドワルネットはここでファールだファールだって言ってるとこから始まってるんですけどね、はい、ここでもうやめちゃいましたよね、大野。ですから外は余っちゃうんですね、これで慌てて、何度も言いますけども最後奈良が滑ってると思いますけども、はい、出てからですからね、これ最初もう一人のシャドウが空いちゃうというね、